工業科高校応援プログラム青春工業ハイスクールクリップ。こんにちは、太郎です。東海エリアは自動車産業や航空宇宙産業を中心とした世界屈指のものづくり集積地です。そして日々ものづくりへの情熱を育んでいる高校生たちは、このエリアのこれからの産業を支えていく原石。青春工業ハイスクールクリップでは、そんな工業科高校に通う学生に学校のことや将来のこと、いろんな話を伺います。青春工業ハイスクールクリップ、東明工業、中部寮生株式会社、ジョブドラフトの提供でお送りします。モビリティ産業を牽引する東明工業は、航空機ロケットの組み立てから船舶の横揺れを低減する装置 ARG や各種試験装置を自社で設計開発製造する会社です。君も東明工業で活躍してみませんか？技術を生かした仕事がしたい、そんな工業高校生を中部寮生は応援します。愛知静岡に9拠点、エレベーターエスカレーター冷凍空調設備などのビル設備をより安全にご利用いただくために、中部寮生は豊富な経験と確かな技術でみんなの暮らしをサポートします。詳しくは中部寮生で検索。夢は18歳から始まる。ジョブドラフトは未来を考える高校生のきっかけを作り、就活高校生の応援をしています。あなたの視野が広がれば夢もきっと広がる。ぜひ一度ジョブドラフトと検索してみてください。夢は18歳から始まる、ジョブドラフト。さあ、今回も前回に引き続いて愛知県立岡崎工科高等学校をピックアップしていきます。生徒さんたち2人来ていただいてます。自己紹介どうぞ。機械デザイン科2年、石槌匠です。機械デザイン科2年、デウミマリノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、お二人が機械デザイン科の2年生、まあもう今年度から3年生ってことね、新3年生ってことでね、はい、機械デザイン科が日本で一つしかないすごいレアな学科だって話聞いて、機械の専門的なことも学べるし、椅子とかをデザインする、機械だけじゃなくてインテリア的なところのデザインとかもできるし、車を粘土で作ってエヴァの車とかジブリに出てくるような車とか作ったりみたいな自由なこともできるよみたいな話この前聞いたかな、はい、今日はじゃあ2人が、まあ、どんな学生かもそうだし、どんな人間かっていうのももうちょっと聞きたいなと、趣味とか聞いていこうかな。石槌くんは趣味はありますか？趣味は漫画とか見てますね。漫画何見てるんですか？僕のヒーローアカデミアって漫画見てます。ヒーローアカですね、はい、あ、そうか。デウミさんは？同じくアニメや漫画見てます。何を見てるんですか？やっぱり呪術廻戦見ます、うん、呪術廻戦もやっぱ好きなんだ。好きですね。え、漫画派アニメ派？最初アニメから入って。あ、そっちから？そうです。あ、でもそうか、結構違うよねアニメと漫画ね。あの、結構違いますね、絵柄も。そうだよね。よかった、すごい意識の高い2人でさ、完璧すぎたからさ先週とか前回がね、うん、いや、こういう人間的な一面も聞いていきたいな、うん、で、デウミさんが休みの日何やってんだっけ？カメラ持って出かけますね。カメラってその写真が趣味ってこと？そうです。どんなもの撮ってんの？と、おいっ子を主に撮ってたりします。おいっ子？おいっ子です。あ、赤ちゃんってこと？あ、もう3歳2歳の。あ、そういう、え、なんか写真館みたいなことやってんの？もう、そうなんですね。笑ってみたいなことやってんの？そうですね。ほう、いわゆるなんかインスタとかによくある、あんな感じじゃないんだ。ではないです。へえ、もうずっとカメラ撮って。そうですね。ほんと。石槌くんは休みとか何してんの？休みとかポケモンカード見てます。ポケかね。え、一番レアなやつ何？あの、サーナイトってやつの、うんうんうん、ちょっとするやつです。え、高いよね。はい。ああ、いいね。え、デミさんなんかそういう趣味ある？やっぱゲームです。何やってる？ポケモン。あ、ポケモン、そんなに流行ってんの？え、じゃあ石槌くんはあの、そういうバトルスペースとかに行って、はい、そうです、え、僕の番終了ですみたいなことやってんだ。そうです、大会。何々を使って何々を攻撃しますみたいな。はい。あ、大会も出てんの？出てます。え、成績はどう？まだ弱いっす。あ、まだ弱い？弱いっす。やっぱ税が多いからね、はい、やってる人たちがな。あ、なるほど。そういう休日を過ごしながら学校もね頑張ってやってるわけだ。じゃあここで、この高校を
志したきっかけとか、なんか理由も聞いてみようかなと思います。石槌くんはどうですか？はい、昔から車とか好き で将来の進路のこと考えた時に車関係に就きたいなと思ってこの高校を志しました、ね、そうか、大手企業の求人数が愛知県内トップクラスって話も聞いてたからね、はい、就職に非常に有利と。そして車が好きなんだね。はい、自動車関係のなんかそういう職業ができたらいいなと。はい、できたらいいな。うん、で、海さんはきっかけは？小さい頃からもともと物を作るのが好きだったんですけど、うん、中学校の授業でもう重箱っていう木を使って箱を作るっていうのが、重箱ってあの日本のね伝統の重箱、うん、それをやって一から自分で木を切ってみたいってやってて、一から作り上げるのが楽しいなって。そうなんだ。じゃあもう入る前からそんなことずっとやってたんね。そうですね。なるほど。で実際にやってみてもうすごい楽しい、自分に合ってるなってね、うん、楽しいです。勉強嫌なことがなくなったわけだからね。そりゃそうか。じゃあ2人ともすごく性に合ってんだね。はい。で今頑張ってることとしてそういう学問とかもそうだけど部活とかも結構盛んなんだよね学校ね。はい、うん、石槌くんは部活は？部活卓球部入ってます。卓球強いの？自分は弱いですけど周りはめっちゃ強いと思います。そう、学校の部活としては卓球部強いんだ。結構強い方だと思います。あ、なんだっけ、東海大会とかで結構成績を収めた、はい、進出したりとか。進出した生徒さんソロでいっぱいいるんだ。はい。へえ、シングルか。で、海さんは写真部。写真部。やっぱ写真大好きなんだね。そうかそうか。そんなお二人の将来の夢最後に聞いてみたいなと思います。石槌さんはどうですか？将来の夢は車関係の仕事ついて事故が起きないような車を作りたいなって思います。へえ、これ難しいよね、はい、人間ってどうしてもミスをしてしまう生き物だからね。それを機械デザイン科の能力からね、はい、就職して自動車関係で活かせれたらなってとこね。はい。で、海さんの将来の夢は？はもう自動車関係の仕事に就くのが夢です。父と兄たちがもう全員が自動車関係の工場とかに今行ってて。あ、そうなんだ。よく工場とかに連れてってもらったりしてて。え、めちゃくちゃいいじゃん。工場に連れてってもらったりできるの？へえ。で、ものづくりも好きだしね。そうですね。全部なんか2人とも趣味とかなんか全部つながってるんだね。はい、いいね。じゃあ将来2人とも自動車関係とかものづくりの仕事で2人のね個性が活かせられたらいいですよね、はい、でこれから3年生ですからね、はい、3年で学校頑張っていい就職先つけるといいですね。応援してます、はい、ということで今回も前回に引き続いて愛知県立岡崎工科高等学校から石槌匠さん、出海真理乃さんにお話伺いました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。千代田は技術オンリーワン。千代田といえばプレス金型。千代田は金型作りのスペシャリスト集団。千代田は未来に向けて木質流動成形研究中。世界中に金型を届けるプレス金型メーカー千代田工業です。創業114年、林テレンプは自動車内装のプロフェッショナルとして車に乗る人が快適と感じる車室空間を提供し続けています。変わり続ける車のさらなる快適を探す旅にさあ行こう。詳しくは林テレンプのホームページをチェック。青春工業ハイスクールクリップ、千代田工業、林テレンプの提供でお送りしました。